皆さんこんにちは、かっちゃんです。ピャリピャリということで、今日は餃子の皮アレンジレシピということで、最近スーパーにも並び始めて、秋に旬の舞茸と餃子の皮を合わせてフライパンに並べて焼くだけ、包丁いらずパリパリチーズ舞茸を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。舞茸1パックを手でちぎって食べやすい大きさに分けます。舞茸をちぎったら、フライパンにオリーブオイル小さじ2を入れ、中火で熱します。はい、ではフライパンと油が温まったら、ちぎった舞茸とおろしにんにく小さじ1を入れ、舞茸に火が通りしんなりするまで加熱します。塩コショウ少々で味をつけておいてください。はい、では舞茸を炒めたら、一度ボウルに取り出してフライパンに薄く油をひきます。はい、ではフライパンに油をひいたら、餃子の皮を重ねながら隙間がないよう円形にフライパンに並べます。では餃子の皮を並べたら、全体にマヨネーズをかけて取り出した舞茸をのせます。舞茸をのせたら、全体にミックスチーズ 30g を散らします。はい、ではあと粗挽きの黒胡椒はお好みで散らしてみてください。ミックスチーズ、黒胡椒を散らしたら、蓋をして中火で3分から4分ほど、そこに焼け目がついてチーズが溶けるまで加熱します。はい、では今3分から4分ほどでチーズがとろけて、そこに焼け目がつくとこんな感じで生地スルスルと動くようになります。では焼き目がついたら、アルミホイルの上に生地を取り出します。では生地を取り出したら、魚焼きグリルやトースターでチーズに焼き目がつくまで焼きます。途中で皮の縁が焦げそうになった場合は、アルミホイルをかぶせて焦げないように注意しながら焼いてください。はい、では焼き上がったら、食べやすい大きさに切ってお好みで乾燥パセリを散らしてお皿に盛り付けてみてください。 OK。 はい、ではこんな感じで旬の舞茸を使って包丁いらずで簡単美味しいパリパリチーズ舞茸の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は餃子の皮と秋に旬の舞茸を合わせたパリパリチーズ舞茸を作ってみました。それでは本日はパッションフルーツスパークリングで乾杯。乾杯。パショイ。じゃあ早速いただきましょう。9月に入ってスーパーにすごく舞茸お値打ちに売り始めてて、私秋になると本当舞茸がねすごく好きでよく買うんですけど、餃子の皮と合わせたパリパリチーズ舞茸を作ってみました。じゃあもうねこのまま焼きたてのうちにいただきましょう。じゃあいただきます。うん、うまいたけ。めっちゃ舞茸。
舞茸を炒めて、あとはフライパンに餃子の皮を並べて舞茸を乗せて焼くだけで簡単に作れて、餃子の皮はパリッパリにたっぷりの舞茸が美味しいレシピです。ほんとこう具材は舞茸だけなんですけど、あらかじめ舞茸をフライパンで焼くことで程よく水分が抜けて舞茸の旨味がぐっと詰まった美味しいレシピです。なんか私はね、この舞茸独特の風味というか旨味がすごく好きなんですけど、シンプルにこの舞茸だけで舞茸の旨味を思う存分に味わえます。調理工程も舞茸手でちぎれるので包丁を使うことなく、餃子の皮を使ってピザのような感じではあるんですけど、フライパンやグリルを使って簡単に美味しく作れます。舞茸の味付けはシンプルに塩コショウだけで、余分な味付けをせず、餃子の皮を並べたら少し上にマヨネーズをかけることで全体にコクが出て美味しく仕上がります。で、最後にミックスチーズをかけてグリルで表面に焼き目をつけることで、このチーズの香ばしい風味も美味しく、舞茸とも相性抜群です。餃子の皮を使うことでピザ生地のような感じはあるんですけど、こねる作業もなく並べるだけで簡単に作れて、あと餃子の皮って薄いのでクリスピーピザのような感じでパリッパリに仕上がります。ほんと食材がね、舞茸だけなんですけど、舞茸の風味がめちゃくちゃ美味しいですね。結構ね、黒胡椒好きな方は上にたっぷり振りかけてピリッとさせると美味しく食べられます。はい、ということで今日は餃子の皮と舞茸を使ったパリパリチーズ舞茸を作ってみた動画でした。旨味がぐっと詰まったたっぷりの舞茸に餃子の皮でパリッパリの食感がすごく美味しいレシピになってます。ほんとシンプルにこの舞茸だけなんですけど、やっぱ秋の舞茸美味しいですね。旨味が詰まりつつ、チーズやこの餃子の皮、黒胡椒とも相性抜群で簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ舞茸。キノコ祭りしたい。